はい。山本町でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録、コメントのよろしくお願いします。ということでね、あの、ゲリ漫談が行われてね、東京が25議席から30議席になってね、いろんなところでこう、選挙区がばらけて大変なことになってですね。<laughs> まあ、それはもうしょうがないのかなと思って見てるんですけどね。まあ、皆さん、ね、本当ご愁傷様ですね。でもまあ、あんなもんなんじゃないですか。その、なるだけね、あの、一つの自治体がね、三つ四つで分割されるとは結構厳しいんでね、えー。今回みたいにその、ある程度、まあ、1.99倍というギリギリの線でですね、まあ、やったのはよかったかなと。一番上の福岡かなんかは、ね でねまあ、あれはもう本当、本当、分けようがないところかなと思って見てたんですけどね、まあ、結果的にああなってよかったかなと思いますね。で、まあ、そこの中で、その長嶋昭久さんとね、旧18区で対立してたその元総理大臣の菅直人さんがですね、またよけ、ね、<laughs> のぞいて、維新の支持者は低所得者層が多いって、結構、まああの、まあ、僕らがすると、えっ、そんな認識だったのって思うようなことをおっしゃったらですよね、であの今、読売新聞がその、それの,その検証記事書かれててですね、まあま、さあもありなんて話なんですけど、あのちょっとここら辺あのまあ非常にこう、 気になるところであるんですけれどもあのその、まあ、もちろんそのカンナ奈トさんの言ってることは間違ってるんだけどもでもそのイデオロギーっていうものに対して非常にこうあの強くあの、まあ、フィードバックされるケースが増えたなと思ってちょっと今日取り上げたいなと思ってるんですけどもで何やねんっていう話なんですけどもそのあの維新の会って、まあ、橋本徹さんのもともとのね作った時の気持ちとかあと途中その石原慎太郎さんがその、ねえー、合流されて、まあ、二重代,代表やってた頃の話とかなんかハンガリー オーストリア帝国みたいななってたじゃないですか。まあ最後分割するんですけども、まあそんなノリの話はやっぱりやっぱの前にあって。 であのそこからこうひ,もひも解かれるその支持者の流れって結構いろんなところでその研究がなされててで特にその前回の、ね、2021年衆議院選、まあ、10月31日においては特にそうだったと思うんですけれども、ま、真ん中に結構自民党と公明党のこう一塊があってその昔はそ,のそれ対野党っていうその氷像だったんでその自民党批判票政権批判票はその、まあ、立憲民主党とこう共産党に、ね、流れるとでそこの流れたところでそのあの票がと取れて議席が取れて 議席が取れるので、なのでそのまあ選挙名簿を一緒にしたいとかですね、まあ、もしくは選挙協力する形で野党で一枚岩になろうよとかそういう話をやってたんですよね。でただあのそれというのはその自民党の批判票が必ず左派に流れるっていう前提で物のと考えられてたんですけどその真ん中に自民党と公明党の山があってですね実はその彼らの住んでるところと反対側にですね威信っていうのができちゃったわけですよ。 でそうするとその自民党に対する批判票でもどっちかというともっと日本はね頑張って活力のある社会にするべきだっていう人たちは一方で働く人のためにとかその高齢者のためにとか福祉をやりましょうっていう左側の人たちはもちろんこうで頑張ってるんだけども、まあ、そういう人たちはその自民党批判票を全部もらえるもんだと思ってその野党共闘を頑張ってたら維新、ね、のほうにあの野党の企画が流れてです、ね、実際その、まあ、今の支持層で見てみるとです、ね、本当こうほぼ立憲民主党 自民党と並ぶぐらいの支持数をですねどうも維新が確保しそうだっいうことは、まあ、みんなびっくりしてるわけですよね。まあ、そんなにニーズだったんだっけみたいな感じですよね。でも、まあ、実はその,、まあそのね、自民党っていうのは真ん中にいてですねむしろその岸田さんというよりリベラルな人なのでですね、まあ、そういった点でいうとそのリベラルの票がですね自民党に取られると <laughs> 結構僕らがすると、まあ、そんなことあっていいのかって思うようなものも含めてですね、まあ、実際そういう傾向が出てきちゃったっていうのはまあ現実としてありますと。そそこのの中で、えー、当然そのまあ 野党としてですね、自民党の批判票を維新に受けるはずだったその立憲民主党とかね、まあ、旧民主党の人たちからすると維新のことは気にならないわけですよ。<laughs> まあ何て言うな、その自民党に対してよりも立憲民主党はその。 あの、維新の会に対して厳しい態度を取るわけですよ。で、これなんでなんだろうなと思ってたんですけど。まあ、最近あの腑に落ちるあのケースがまあ、あってまあ、それがまさにあのそのうちの一つがその今回のあの,あの菅直人さんのですね。維新は低所得者層に支持層が多いっていう。その発言ですよね。要は俺らは低所得者層の票取ってないと思ってるわけですよ。 でも、どのデータを取ってみても、まあ、どこの地域の支持率を見てみても、維新の会の支持者の方がですね、えーまあ、基本的にその収入大きいようですよね。で あのまあ、前回なんか特にそうです港区とか中国とかですね、まあ、維新の会の方はやっぱり得票多かったですよね。であの特にその、まあ、年収でいうと860万以上の,その層、まあ、2000万も超える層は、まあ、基本的には維新の会をその支持する人たちがまあ比較的多いとでここはあのもうはっきりとしたバックグラウンドがあってイデオロギーがそこにあるわけですね。でこれ何のイデオロギーやねんっていうとまあ新自由主義的なもの。 でこれをその新自由主義的な政党として頑張っていきますよと公言している維新の会はですねその新自由主義的なものを批判している共産党とか立憲民主党左派の人たちからするとふぐ大抵の敵なわけですね。 なので、その自民党を批判するよりも、その維新批判した方が、彼らからすると、より自分たちの支持者に対する正当性が取れるというふうに判断するわけですよね。まあ、この辺は非常に僕らからするとです、ね、いや、お前、そうじゃねえだろうと言いながらもです、ね、でもまあ気持ちはわかるよねっていうような話になりがちな局面なわけですよ。なので、まあ、今回、6月22日の公示日の前の調査は、どれを取ってもです、ね、やっぱりその、まあ、維新に支持しようと思っている人が、その誰に投票したくありませんかっていう。 という問いを聞くとですね、大体そのまあ公明党とか、あとまあ立憲民主党とか、あとまあ,えまあ共産党の人たちをまあ挙げるケースが多い、あと令和とかですね、この辺を挙げる人が多い。これがその維新支持層のまあ実際の考え方で、これ本当にイデオロギーとしてはまあ間違いなくそういうものなんだろうと思います。で、他方、立憲民主党、共産党支持の人たちって比較的近いところにいるんですね。で、その比較的近いところにいる人たちが誰に投票したくないですかっていうと、大体自民党か維新の方のまあ

世論というのは、その、まあ、あの、いわゆる、その、あの、J リベラル的な、えー、日本の旧来型の左派の人たちがやっているような人たちが考えている政党政治か、もしくは、維新党、一部自民党保守派っていう、まあ、こういうところですね。まあ、自民党の大部分のは、その中、中道っていうか、まあ、正直どうでもいい人たちで、まあ、残りの、まあ、人たちは、その、むしろ、その、リベラル寄りだったりする、ね。まあ、そうあの、自民党の保守派から、維新側の人たちっていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、あ俺たちも完全に新自由主義みたいな。 いうことでもう全然こうね野党の側での流派がその極論としてその両側に切りに分かれるというようなところが一つまあ肝としてありますねとのはあります。であとまあもう一個その波乱要因として橋下徹さんっていう存在が、まああのー、そあの維新の会に関してはありますと。でもほとんど影響力ないんですけどもでも彼らの,その支持層だとか考える人たちからすると、まあるあ意味そ,のまあそうは言っても、まあ、で創業者だし有名なおじさんということでまあう,ぐうされてる部分もあるんですけど けども今回その橋本さんに対して非常にネガティブな表現がその維新支持者が出るようになったっていうのはまさしくこうウクライナ関係でですねゼレンスキー批判をですね、えー、橋本徹さんはされたっていうことがまあ非常にこう今回その調査の中で出てきたっていうのがありますねと。で僕らもそのやっぱりその橋本徹さんも,もいろんなことを過去におっしゃってきましたともちろんそのスキャンダルもありましたし一方で慰安婦の問題とかね、まあ、いろいろデリケートなところいろんなことをおっしゃってきたと思うんですけどもただやっぱりその彼がその 持っているその政政党治もしくはそのいわゆるその威勢のあり方っていう観点からするとそのゼレンスキー的なものはありなんですよね彼からすると多分ありでありすぎるために俺はああなりたかったっていう感じなんじゃないかと思うんですよ。 俺はそのゼレンスキーみたいになるべき人間だったのに先にあいつがやりやがったみたいなところでこうある種ねこう、まあ、ちょっとこうまあ謹慎造的なもしくはその、まあ、ルサンチマンというかそのコンプレックス的なところでその、まあ、ゼレンスキーに対するその批判をまあ彼が始めたので新シ新支持者からすると結構ゼレンスキーとかウクライナ問題に関してはほぼウクライナ側に全のっかりしている層なんですよねで。その層がそののがでは橋本徹さんのゼレンスキー批判によってこうあの まあ、認,識認識的不そうするとやはりその、まあ、ただでさえその影響力が小さくなっている橋本さんに対してその新支持者の側がよりこう、まあ、敬遠するような動きを、まあ、することになるのかなっていうふうにやっぱり見ていて思うのですそこら辺は、まあ、橋本徹さんも計算づくりでやってるわけではないだろうから、まあ、そこら辺は本音でやってると思うんですけどもちょっとこう言い方としてこうなかなか厳しい状態になっていくのかなというふうに思いますね。ななののののでで、まあ、そうういったた点で言うとその、まあ、新自由主義的的人たちの考え方ってのは基本的に働かざるもの 食うべからずといいう考え方だと思いますそれこそあの自己責任論によるその政治っていうことを非常に強く主張する中で言うとやはりその高齢者福祉に関してはその例えばベーシックインカムに全部一本化してみたらどうかとかですねあと産業政策もそ,の、まあ、それこそイノベーションを担えるような若い人たちだとかベンチャー企業に対してもっとお金を払うべきだとかですね非常、まあ、にそういった意味で言うとその活力を高めるためにどうしたらいいかっていうことを考えるのが維新の政治の考え方であって、まあ、そこに対してはもちろんいろんな批判もあるんだと思います。 と思いますそれはあとそのじゃあ大阪府政どうだったんやという話になるとですね過去2回住民投票で否決される大阪都構想もそうですし大阪万博もそうですしあとそのカジノ法案でそのまあ IR があの滞在型リゾートの,その大阪誘致に関してもです、ねまあ、いろんなその話が出て、果てはそのまあ、ねまあ、一部の人たちが言っていたその上海電力の問題、まあ、これは僕はあまり関係ないと思うんですけど、あんまり大した問題じゃないと思うんですけど、はい、そこら辺のところもやっぱりこう彼らのいわゆるその政治と金の部分についていろんな人たちは懸念をしていると。 でそれに対してやっぱりその野党側がそのクリーンであるがゆえにクリーンであるがゆえにその彼らを攻撃するんだみたいなところを言ってたんですけどもじゃああの立憲民主党は立憲民主党でねあの昔そのシリーズで頑張ってた人たちが集まってたその広告代理店にお金払ってウェブ工作やってましたみたいなこと出てくるわけじゃないですか「超人ライフプロジェクト」の問題もしっかりそのあたりのことになってくるとやはりどっちもどっちで、まあ、政治である以上はねある程度はそういうその、まあ、お金を使ってその自分たちの主張を多くの人たちに届けるためにどうしたらいいかということを考えてやってきた部分がまずありますしあと政治っていうのは 事の世界でじゃあソーラーパネルも含めてですけどいろんなその投資がある中でですね、えー、まあ自分たちに、ね、あのもちろん批判的な人たちがねガーンと言ってるところでそのお金出しちゃうようなことは必要ないのでそこら辺はしかるべきことでまあやってるようなことでばいいんじゃないかなというふうに思うわけですよねなので、えー、その中で言うとやはりその活力を求めて一生懸命そのまあ政策主張をやっている維新の会の政策はです、ね、やっぱり港区民とか千代田区民には刺さるわけですよ。 まあ正直なしあの、まあ、そこら辺はそのお金を持っている人たちは、まあ、基本的に維新のようなあの新自由主義的な考え方が好きで,で働かないやつに金なんか出すなで高齢者は稼げないんだから金を必要としてないだろうっていうようなことを、まあ、お考えの方がですね比較的維新の支持者に良くてでそういう人たちはあの自分の能力で稼いでると思っている方が多いんだと思うんですね。で、まあ、実際そういう人方もいられると思うんですけどその全体的に比較あの所得の高い人が維新を支持しているいわゆるその もう金持ちオリエンテッド政党だみたいなところはやっぱりあるので、まあ、そういった点でいうとその菅直人さんの言ってる維新の,の支持者は低所得者が多いっていうのは嘘だと。 まままあまあ明らかに間違っていいることだとだううふはうは僕は思いますもちろんあそういう間違ったことでも言い続ければですねまあそれなりにこう聞いてくる人がいるんですあのねカンナオトさんにも支持者がいっぱいいるんだと思うんですけどもさすがにそれはね嘘でしょう <laughs> ということでですね、えー、まあまあ話としてはまとめたいなと思いますね。まあカンナオトさん次が出ないとかなんとか言ってましたけどねなんだかんだで出そうな気しますけどね。 でああのねあのね府中と武蔵野分かれるんじゃないかってことで今回「ギリマンダ」でもね、えー、どうもそ,そういうその提案がされたみたいでそうなるとそのねの長島明彦対関直との戦いはこれで終わってしまうのか <laughs> もったいないなと <laughs> ま,あやまあ矢島的には思うんですけど、ね、皆さんどう考えるかわか,かりませんけどねまあその辺のことを皆さん気をつけて見ていっていただければいいかなというふうに思いますね。